作ろう。ありがとうございます。こんばんは、れいこの今週の映画占いのコーナーです。こんばんは、よろしくお願いします。今週のゲストは俳優の泉恵子さんです。恵子さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。泉恵子です。はい、泉さんには後でゆっくりと話を聞かせていただきますね。お願いします。それでは、まずは泉恵子さんと皆様へ今週の一言メッセージを紹介します。オリジナルカード愛と光のラブ&ライトタロットで引いた今週のオラクルカードは女司祭長です。あなたの内側から溢れる魅力が今世界に向かって溢れ出そうとしています。あなたは全ての源大宇宙神様に愛されているという確信を持ってください。真心に意識を向けて静かに自分と向き合う時間を作り、心と体と魂の調和を実感しましょう。自分が今何をすべきなのか冷静に考えてみましょう。自分の内側に尋ねてみましょう。そうすると迷いが消えていきます。あなたが間もなく心を開けば大きな愛と知恵を受け取ることができます。傷つくことに恐れないで、世界を持ってみて愛を感じてください。はい、皆様がより幸せになりますように。このオラクルはあなたがこれを見た日から1週間から1ヶ月有効です。もっと効力を長続きさせたい場合はこの動画を再生してくださるか、このカードをいつもお守りのように身につけてご自身でメッセージを唱えてくださいね。それでは、こんばんは。改めて泉恵子さんです。よろしくお願いします。はい、毎回初対面で私も緊張してます。はい。あ、それでは何か一言自己紹介お願いします。はじめまして、関西を中心に、俳優業とリポーターなどの、お仕事をしております。泉恵子と言います。今日帽子かぶってるんですけど、私趣味で帽子も作っていて、帽子作家というとちょっと大げさですけども、そういった創作活動もしてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごく素敵なお帽子ですよね。ありがとうございます。もうちょっと前に来ていただけます？はい、はいはい、スピーカーが、あ、うん、OK です。私の顔が大きく見えるまでね、はい、はい、それでは泉恵子さんの、占いの方を見ていきます。はい、お願いします。はい、泉恵子さんはですね、ちょっと見させていただいたんですけれども、はい、ご自身のバイタリティとかエネルギーの強い方です。めちゃくちゃしっかりしてる印象があるんです。はい、基本的にどうなんだろう、割と現実的だったりしますか？そうですね、現実的に物事考える方だと思います。うん、自分で自分の性格を考えると、うん、感情論よりも先に理屈の方が先に出るかなっていう理論、普通の方が先に出るタイプかなとは思います。あ、そうなんですね。うん、はい、どうして現実的かと聞いたのは、割とその、はい、お仕事でもね、結局はお金につながることを考えはるんですよ。はい、うん、基本的にボランティアとかではなくって、どうしたらそう、はい、ちゃんと出したものが返ってくるか、そしてまたそれを出してっていう広がりを考えはるっていうか、だから現実的ですよね。うん、ただ好きなだけ、うん、夢なだけでやるのじゃなくって、ちゃんと生活のことを考えてされるかなと思ったんです。うん、そういう意味でとてもしっかりしたはるんですね。
だから例えば戦略的にもどうしたらそれが売れるかとか、世の中に広がるかとか、あのそういうことなんです。だからあそういう意味では頭がいいかなと思いました。でもその帽子俳優業のことはちょっと自分では客観的なかなかわからない部分もあるんですけど、帽子のことでいくと、どうやったらお客さんが2つ目3つ目を買ってもらえるかとか、自分の帽子を新しいところでどうやってお客さんを広げるかとかは考えて行動してるかなと思いますね。時間がやっぱり帽子に割ける時間も限られているので、でないとやっぱり続かないですもんね。好きなことをやっぱり仕事にしたい、そのためにはどうしたらいいかっていうふうにすごく現実的に考えられるかなと思ったんです。ホス的に見ましたね。って言いますのも、恵子さんの一番幸運の星っていうか、頑張れば頑張れるほどお金稼げるんですよ。ただいろいろ注意事項はあるんですけれども、お金が用心の人です。お金が守り神というか、ですので、財産築こうと思って知恵を働かせると築けるんです。だからお金が自分の運勢を良くするというふうに思って、どうしたらお金がこうね入ってくるかとかいうことを考える。ただそれは自分のために使っちゃダメなんです。自分の神様は自分のためだけに使っちゃダメで、世のために使うのが全然ないと、開運するためには。なので帽子でも人が喜びますよね。そういうものをどうしたら人が喜んでくれるかということを考えて、それで人広がって資金を得たら、またその資金で人がさらに人が喜ぶことを考えて世の中に還元するということをされ続けると、どん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 お金は増えていくっていう星になってます。これね、金さんついてる人は人財産を引き継げるんですけど、使い方を間違ったらダメっていう法則があって、今のところは人財産気づけてる感覚はないので、まだもう少し、はい、これからです、まだ気づけてないです。ああ、はい、間違わないでねっていうのはこれからお伝えさせていただきたいんですけれども、43歳ぐらいから運勢が良くなってきます、今までよりも。へえ、はい。使い方がね、今までよく分かってなかったところがあるんです。はあ。自分の気持ちが結構大きくて先走りして、こうなかなかついていないというのがあるんですね。あったと思います。で、例えば人のことよりも、なんて自分の気持ちが先に行ってしまって、人間関係とかでちょっと失敗するとか、そういうこともあるかもしれないぐらい自分の星ばっかりが多くなっている状態なんです、43までは。その中での経験を生かして、人の立場に立ったりとか、どうしたら人が喜ぶか、人側にこれからは重きを置いていかれた方がいいかな。受け入れる、利用するっていう言葉がすごく大事です。今日のオラクルカードでも言いましたけれどもね、あれ同じサイズのカード、たまたまなんですけど、いつもそのゲストさんに割と共通するカードを引く、んですけれども、頭はとってもよくて感受性が強くて表現力には長けています。ただ包容力というか受容力というか、いろいろ受け入れる心っていうものがとっても大事なカードです。それによって新しいものだとか大きなものを生み出すことができる、愛が広がっていくっていう、けれども、43歳ぐらいまでは結構ね、なかなかこんだけやってるのにっていう感じですよね。頑張ってやってるんだけど、なかなかまだ日帰り的には自分が思っているものって結構ね、普通の人より大きいです、泉さんが持っているものとか抱いているものっていうのは大きいんだけれども、それを掴むための努力もできる人なんですよ。普通の人は割と自然体にこんだけでいいやと思うんですけど、泉さんは発展したいし、そのためにはどうしたらいいかって割と考えられる人です。それがちゃんと
そのお金がついてくる仕事として、うん、あの考えることによってどんどんあの資産を築けるっていう星なんですよ。その包容力っていう部分でいくとすごく当てはまるなというのはありますね。今までやっぱり自分のことが一番だったので、それで失敗した、まあ一番でいくと一回結婚して離婚してるんですけど、まあ結局それも私の、まあ、我慢であったり包容力っていうところが足りなかったなっていうのは今1回目の結婚に失敗して終わってすごく思うことなので、はい、納得できますね。そうですね、43歳まで私聞きませんでしたが、うん、結婚したら離婚されているか1人がどっちかかなと思いました。あー、してないか。はい、なるほど。で、まあご自身に合った人っていうのも選びにくいんですよ。あーそうなんですか。ご自身に合った人っていうのは割とあなたのことをちゃんと聞いてくれる人っていうか、もう好きにやっていいよっていう人がいます。割とあなたが恵子さんの方が引っ張っていくようなタイプの人がいます。自分についてこいみたいな人、恵子さんをコントロールしたいみたいな人は絶対に合わない星にはなっています。なるほど。前の人の結婚の話でいくと、2人ともがわがままだったのかなとは思います。向こうも、まあ、一人っ子でわがままで、で一人暮らしが長かったので共同生活っていう部分がうまくいかなかったなとは思っていて、はあ、考え方、はい、話をしてる分にはすごい楽しくって、朝まで二人で飲んだり、家で飲んだりとかいうこともしょっちゅうだったんですけど、日常生活の部分が合わなかったので、それやっぱりお互いの我慢が足りなかったのかなとは前の結婚に関しては思ってはいるんですけど、でもまあ、それも今思えば、さっきの話だと私が、まあもう、男の人ってこんなもんやからなみたいな感じで我慢というか、まあ流せればうまくいけたのかなとも思ったり。23歳以降ぐらいに結婚されました？30代半ばですね。半ばですか。あ、はい、すごく自分の強い時に結婚されてますよね。うーん、割と相手のことを見返る余裕がない感じはします。多分まあこの時期にもし結婚の時期っていうか、まあ43歳までに結婚されたとしたら自分すごく出ちゃうんですよ。それでまあトラブルの元というか、そういうふうには、泉さんだけの星で見るとそんな風には思います。でもこれは星の作用なのでね、ただこれから星が来るんですよ。43か4ぐらいからですね。もうすぐですよね。ちょっとまあ恋愛の話に行ったのであれですけど、まあ、私またちょっと2回目の結婚したいなと思っているのは思ってて。結婚いつ出会いありましたか？出会ったのは2年ぐらい前、1年半ぐらい前ですね。ああ、この時期か。この時期は、ちょっとまだちょっと強いかなとは思いますが、強いというのは私が、そうですね、私が一応気は合うかなと思いますよ。一緒にいて楽しいと思います。なんか星で言ったらどちらかというとやっぱり恵子さんの方が引っ張るタイプです。星的には悪くはないかなって思いますよ。なるほど。この年下の方ですよね。一個でも年下の方がいいんです。年下だったら許せたりするじゃないですか。これが年下だったら許せなくなるんですね。そう。もうその通りです。
だから仕方ないなぁ思ってね、恵子さんが包み込むことができれば、あの別に問題はない、私が面倒見ないとダメなんだっていう風な気持ちでいくと大丈夫なんです。よくわかりました、本当に、うん、で、うん、なので職業バリバリする星なんです、恵子さんは、うん、約束もめちゃくちゃ守るし、どちらかというと、うん、あの見えない、人に見えないところで努力してはると思うんですよ。自分で気づいてはるか分かりませんが、あの、うん、すごい口で頑張ってるね私とかって言わんと陰で努力しはると思いますけど、うん、そんなに口もうまい方ではないので、あまり自分自身のプレゼンは上手ではない方だとは思います。上手じゃなくても結果を残すされるんですよ。それでだんだんこれからは人の信頼を得ていきます。今まではね、やっぱりその使われたい、分かってほしいっていう気持ちの方が強かったんですけど、これからは影の努力の方が生きてきて、あ、この人結構が頑張るはるやん、信頼できるやんという風な星回りになってきて、うん、仕事も軌道に乗ると思うんですよね、うん、持ってないものと持ってるものがあるので、うん、結構さんの方は叩けば引くタイプです、うん、結構厳しく育てられたり、会社とかでも厳しく言われて何クソって頑張れるタイプ、うん、でもそうですね、私はあの褒めて伸ばすよりもあの逆境っていうんですか、こっちの方が、うん、何クソ精神の方が頑張れるのは自分でも思ってます、ね、うん、はい、もうそのもの、鉄の塊そのものの方なんですよ。打てば響くしね、うん、やっぱりしばかれると痛いし、その、うん、相手に爆発されると何よって思いますし、正直な人なんです、うん、でその分ご自身のエネルギー強い、そのエネルギーを何かに使わなかったら形に変えられない、その使うものがない、使うものを増やすのが欲しいんです、うん、でそれは何かというと、うん、木材だとかそういう木を扱うものとか、あ、いいかなと思いますね。はあ、木ですか。木とか、あのだから鉄鋼鉄の斧のような、斧っていうか斧になるために生まれてきはった人なんで、うん、金の塊、鉄の塊をあの火で炙って鋼鉄の斧になったらやっと木材切れるじゃないですか。そして形を生み出すことができますよね、はい、うん、はい、あのそのために今できはったから、叩いて炙られて育つ名刀になるという星なので、鍛えられて幸せになる、輝く、みんなに素晴らしいと言われる人物になるっていう星なんですよ。へー、じゃあ、まあ、その今は俳優業と帽子作ってますけど、木工とかが向いてるっていうことですか。木向いてますね。木が一つあるんですよ、隣の星にあるんですけども足りないんです。だから今だったら割と足りないと思ってあるんです。だからどうしたらお金を稼げるかなとか、これをどうしたら仕事にできるかなってことを割と考えはって、まあ、ちょっと今までは結構先走りの運勢かもしれなかったんですけども、あのこれからはもうちょっと慎重になります。で、さっき言ったように人からの信頼っていうのが得れるようになります。今の私 の, あの、ま、ちょっと恋愛から自分の仕事の話に行くと、今の私のこの仕事っていうのは合ってるのは合ってるんですか。好きなことしはるからすごくいいですよ。あの自分の好きなことっていうのはやっぱり持ってはる人なかったら嫌、何かやることなかったら嫌っていう人なんでね、うん、はい、です。だから別に木にまつわる仕事をしなくても、例えばそういう森林浴に行ったりとか、あの自宅にね、その炭とか飾られたりとかすると、とってもいい気を受けはると思います。冷静に考えるとか、いいアイデアを書いたりとか、うん、そう、うん、で、あの金属の星なんですけど、多すぎますので、うん、あまり金属とかを身につけたりしない方がいいかもなと思いますね。もうこれ以上いらないんですって。うん、星ばっかりじゃなくて、それを使って形に変える星がいるのに、エネルギーだけ多くて使い方がわからないっていうのが割と今までだったので、
あまりそういう西の方角だとかは避けて東の方角がいいなとか。はい、東、はい、うん、いいですよ。へー、あ、なんかすごい参考にさせてもらいます。はい、なので、うんうん、ちょっとだけあるんです、うん、その、いい星がね、それを増やさないといけないので、はい、ないときは自分が生み出さないといけないんです。生み出せば、この運勢で来なくても、そういういい運勢に恵まれますので、と、うん、いうのは、やっぱり慎重にどうしたら、この仕事としてできるかということを慎重に考えたり、あとは、日ですね。日、あの、相手の方は日の方なんですけども、日も用事になりますね。多分長生き。長生き。私？長生きかな。長生きだな。なかなかへこたれませんね。エネルギー強い。体力もある。生命エネルギーが強い。執着心が強い。うん、生きるぞみたいな。うん、仕事を絶対成功してやる、うん、その人が好きなことをしていたら鬼に金棒ですよね。なんかそこまで私なんていうか自分の生き方性格でいくと、うん、めちゃめちゃなんていうか自分のやりたい意志はあるのはあると思うんですけども、周りとの調和の部分で言ったら、うん、自分の意志をどうしても絶対押し通すとかいうことがないというか、まあ、少ない方かなと思っていたので、はい、だから執着心っていうところも、まあ、私はこう思うけれども、みんながこうだったらそれでいいかなっていう感じで結構今まで生きてきたように思っていて、今の話聞いて、あ、その自分の星回りっていうのはそういうのなんだっていうのは、うん、なんていうか、意外でももちろんないんですけども、自分の今の今の性格とは少し違うんやなっていうのは今聞いてて思いました。そうですか。でも自分はこう思うっていうのはしっかり持ってはるじゃないですか。うん、そうですね。そこははっきりあります。はっきりやっても我慢しはるってことでしょ。はっきりない人もいますもん。ああ、なるほど。あるけども、あ、ここでやったら失敗するからどうしようかなって、すごくそういうところにエネルギー使ったりとかね。うん。思いますが、人よりはすごくある意志も強いですし、あるって思って。なので、なんか一人でやる仕事が向いてるかなと思いますよ。ああ、それはそうですね。で、面倒見もいいですけどね。いいですけどね、人と一緒にいるとすごい気遣わはるかもしれないですね、はい、エネルギー働くかもしれないですけど、はい、これからは多分うまくいけるとチャンスもやってきますし、うまくいけると思います。結婚の話に戻っていいですか。はい、まあ、ちょっと年齢も私40代前半なんですけど、今後結婚ってなって子供には恵まれることってできますかね。それはもう星回りだけじゃなくって、身体的な話とかもまたあると思うんですが、星回り的に、子供ね、今はっきり言ってもいいですか。はい、欲しい、絶対欲しいですか。まあ、絶対と言われたらあれですけども、もし授かれるなら欲しいです、ね、授かれるなら欲しい。できにくいかなってますね。でもこれまあ占いなのでね、はい、今パッと引いた中ではちょっとこんな感じ、うん、ですか。婦人科系のちょっと婦人科系弱いんかなってちょっと思いました。うん、そんなカードが一応剣のカードって結構ね婦人科系の病気だとかそういうの示すんですけれども、うん、なるほど。そうですね、子供がもし授かるとしたら、年運でいうと例えば今年とか来年かな、チャンスがあるとしたら授かりやすい、比較的今年来年超えるとちょっと難しい可能性があるので、
それだったら、急がれるといいかもしれないけど、運気で言いますと、子供を優先するより、ご自身の運気を優先された方がいいです。だったら、45、4ぐらいから運勢が上向いてきますからね。時に仕事だとか、家庭もそうですけど。だから必ずしもご自身がこうしたいというものが幸せになるものではないかもしれないという考え方ですよね。運命に委ねるというか、というふうにあまりそこから執着心を持たない方がいいかもしれないですね、物事に。そうですね。できたらできたし、できなかったらできないで、その流れの中の人生を楽しんでいくっていう。もちろんそうです。で、今言ったように、これから運勢良くなるのであるので、割とそれに委ねて生きていかれるっていうのがどうかなと思います。もしその時に子供が生まれたとしたら、子供と一緒に運勢が良くなると思われたらいいと思いますし、生まれなかったら、私、子供授からない方が幸せだからだと思うというか、そういうの持ち方されたら、子供がいたらこんなことできなかったなとか思うことがもしかしたらあるかもしれないです。はい。わかりました。じゃあ、なんか仕事もこれから、じゃあ私、まだこの今の仕事続けて、運気が上がっていくということは、まだまだ求められることも、可能性としてあります。もちろん。投げかけ方。それ、その言葉だけで、自信になります、その言葉だけで。勇気になります。変わりますよ、44から。変わりますので、悪い神様、悪神が去って、良い神様が来るという感じなんで。人相では分かんないかもしれないけど、大きな20年ぐらいの運勢の変わり目なんでね、前の20年よりもこれからの20年の方が、広がりはあると思います。その20年の変わり目でいくと、今年とかもなんかそういうなんか予兆みたいなんて出てるってことですか？予兆はもちろん 2,3 年ぐらい前から出てきます。今年は割といい年やおうと思ってます。去年、一昨年よりは。今年以降の方が。なんかすごい小さい話かもしれないですけど、私普段宝くじとか買わないんですけど、今年スクラッチを買う機会が何回かあって、それが本当に200円1枚買って10万円当たったんですよ。すげえ。びっくりして。お金に結構守られてますよね。お金かかりましたなのに。大切にしてください。そのお金を元に 何に使おうかとかって考えるともっといいかもしれないです。本当びっくりして、でその10万円はもう私も自分で使った、怖いというか、なんか周りに分けないといけないと思って、両親と、でまあそのなんていうか、知り合い の仕事やってる人が、これを買ってくれたら新しいのが始められるねっていうのがあって、まあ、それも買うのも私のものになるんですけど、でもなんか他に誰かおったらその人に買ってもらってって言ってたんですけど、おらへんからっていうので、それで買ってあげてっていうので、まあ、自分のもの、結果自分のものですけど、まあ、なるべくこう人のもののために自分の力でなくて、それ絶対また帰ってくるんですよ、回り回ってそしたら、ね、その帰ってくるんですよ、その人からじゃなくって。そういうことをねしてください。お金にその神様が喜ぶこと。その3週間後に、もう一回スクラッチ買ったんですよ、200円。ほんじゃまた1万円当たったんですよ。でもそれも怖くって、それはもうその時にお世話になってた撮影隊のクルーのその撮影隊にめっちゃ差し入れして、そういうことをしてほしいっていうことなんですよ。はい、わかりました。お金を人のためにどんどん使ったら、どんどん自分が幸運になりますので。なんかちょっとなんかこんなことが続くなんてもうびっくりして。ただお金の神様ついてきたってことじゃないですか。はい、お金儲けしてほしいなと思って言ったんですね。はい、なんかでもなんかよかったです。ちょっと自分でも怖かったので、
そんなに続く。なんかちょっとごめん、切れそうなので、とりあえずその、はい、紹介する方を教えていただけますか、次回。あ、はい、次回紹介するのは、佐藤俊作さんという男性の方を紹介させていただきます。ありがとうございます。はい、俳優の方ですか？はい、そうです。同じタレント事務所に所属している、俳優さんで、はい、某テーマパークでも以前活躍されてました。あ、某テーマパーク、またじゃあ楽しみにしています。はい、はい、ありがとうございます。とりあえず切りますね。はい、でも本当にごにょお話しさせるときギリギリまでありがとうございます。はい、泉恵子さんでした。ありがとうございます。